大技のおもうまい店ってやつか。そうみたい。テレビで紹介されてたから来てみたかったんだよね。おもうまい店、おもてなしすぎて面白い、うまい店、絶対いい店じゃん。そうね、入りましょ。うん、入ろう。いらっしゃいませ。おばあちゃん、ここってテレビで紹介されてたおもうまい店？ああ、おもうまい店だよ。ああ、よかった。僕たち一度来てみたかったんです。ああ、ありがとうね。おすすめって何ですか？おすすめは唐揚げメンチカツ天ぷらグラタンかな。唐揚げメンチカツ天ぷらグラタン、それかトリプルチーズとんかつメンチカツ丼。トリプルチーズとんかつメンチカツ丼、それか豚バラベーコン巻きカルビマヨあんかけチャーハン。重いメニューが重い。絶対食べれない。胃もたれ起こす。重い。え、おもうまい店じゃない？重い店ここ。重い店だよ。あ、重い店。うん、重い店。重い店って言ってた。重い店。重くて食べられない重い店。あ、重い店だ。重くて食べられないって言ってた。重すぎて。重いよ。重いんだ。重いが売りだ。すごい。他のメニューもすごい。16種の串カツとサーロインステーキの濃厚こってり油そば。何これ。重さだけしかない。重いよ。字で見るだけで胃もたれ起こしそう。どれにする？あ、どれもできない。最悪の店に入ってしまった。あの、おばあちゃん、この店の中で一番重くないのは何ですか？唐揚げマヨチーズ丼かな。それでも重い。でもそれだったらまた食えるか。それにしてください。はいよ。はい、お待たせ。唐揚げマヨチーズ丼。うわ、重そうだな。え、待って、これ丼っていうか、何この下の白いご飯のところ。ご飯じゃないじゃん。下は重湯だよ。重湯やん。重やん。重くて仕方ない。重湯やん。重。そうだよ、私の店は重で紹介されたよ。重。世界に一店舗だけ。打ち切り番組。さあ、お食べ。この唐揚げは私が昨日まで飼ってたニワトリでね。感謝して食べてね。重い。気持ちが重い。食べて。食べれない。こんな店で食べれるわけないじゃん。美味しそう。え、美味しそう。美味しそう言ってる。彼女が美味しそう言ってるやん。美味しそう。美味しそうやって。よかった。すいません。背脂のみのみ、こってりラーメンと唐揚げの天ぷら味噌マヨ丼おかわりください。すごい。すごいの頼んでる。どんぐりころころじゃんぐりこ。お池にはまって、はい、大変。土壌が出てきて、ちゃんとした。